ヒロで撮影された写真、コキーコヤスガエルは、コヤスガエル科に属するカエルの一種。プエルトリココ有種。夜間にコキーと表記される声で大音量でなく、オタマジャクシを経由せずに、卵からカエルの形態で孵化するため、繁殖に水辺を必要としない。ハワイなどで外来種として分布を拡大しており、世界の侵略的外来種ワースト100の一覧に挙げられている。 フエルトリコの文化において重要な動物で国獣として扱われる。有生体は全長30から37ミリメートル。メスは全長36から52ミリメートル。この差はオスが繁殖行動により多くのエネルギーを投資するためだと考えられる。体色は灰色から灰褐色。指の間に水かきはなく、泳ぎは不得意である。 指の先端には吸盤があり、滑りやすい表面に張り付くことができる。プエルトリコ固有種であり、ビエケス島、クレブラ島に広く豊富に分布する。例外的に、プエルトリコ乾燥森には稀である。バージン諸島、イスパニオーラ島、フロリダハワイに侵入している。ハワイには1980年代に観葉植物に紛れて持ち込まれたと見られ、主要な四島に侵入した。 本種は世界の侵略的外来種ワースト100に選定されている。ショーアンティル諸島、ガラパゴス諸島にも移入分布する。プエルトリコでは最も個体数の多いカエルで、その密度は1ヘクタールあたり2万個体と推定されている。外来種としてはハワイで1ヘクタールあたり9万千個体に達している。侵入先でこれほど高い個体密度となる原因として、 原的や主観競争の欠如、豊富な食物などが挙げられる。個体密度は季節や環境に応じて変動するが、一般的には雨季の終わりに最も高くなり、寒季には減少する。生息環境を選ばず、中止姿勢環境から紅葉樹林、山岳、都市部などでも見られる。アナナスの葉の付け根や軌道、岩、倒木などの下に潜む。繁殖に水たまりを必要としないため、 適度に湿度があれば、標高の高い場所にも生息できる。プエルトリコでは、海抜1200メートル、ハワイでも、海抜1170メートルまで見られる。生態は、幼体より、標高の高い場所に住む傾向がある。夜行性である。餌は主に節足動物である。待ち伏せ型の捕食者で、幼体は、アリなどの小型の獲物を食べるが、生体になると雲がコオロギカタつむり。 小型のカエルなど様々なものを餌とするようになる。巣を守っているオスは栄養補給のために自身が守る卵の一部を食べることがある。本種を対象に行われた調査では夜間に鳴いているオスは泣かないオスに比べて18%の食物しか摂取できないことが示された。1年中繁殖可能だが特に浮に活発になる。1回の産卵数は16から40で、 発週おきに年6回の産卵が可能である。オスは卵をタコ体やオカクチキレ外属のカタツムリから保護する。体内受精を行い17、17-26日後に産卵する。卵から生体になるまでは約8ヶ月かかる。卵は植物上に産み付けられる。マミジロミツドリ、オクロアカウソプエルトリココビトドリなどの鳥の巣を利用することもある。 お玉弱子にはならず、卵から小さなカエルとして孵化する。孵化の時点では短い尻尾があるが、これはすぐに消失する。オスの鳴き声は、コキーと表記されるが、オ o は他のオスに対して縄張りを主張するためのもので、クイはメスを呼ぶためのものだと考えられている。本種の聴覚器官は、最も鋭敏な周波数が死由で異なるため、 これに合わせて2種類の音を使い分けていると考えられる。鳴き声はアメスを引き寄せるほか、縄張りを主張する目的もある。他のオスが縄張りに侵入すると、歌による争いが始まる。一定のリズムで歌い続けることができなくなった方が、敗者となり、肉体的な争いなしに縄張りから追い出される。在来種の無脊椎動物を大量に捕食することで、 生態系を脅かしている。また、他の外来種の餌資源となっていることも指摘されている。鳴き声による騒音被害も発生している。日本には定着していないものの外来生物法により特定外来生物に指定されており、基本的に飼育はできない。ありがとうございます。